加藤さんね、加藤角度が悪いでブーマンはこうやってバンってやったらググってあれここやったら踏ん張れたんだね思い出したわ、外国人選手って面白いよねあのね、思い出したわ、外国人選手って面白いよね、うん、あのね、レオン・リーがね、はい、ボンタチャンスで凡退して、はい、神宮でね、ガーって壁パンチしたんですよ、はい、拳痛めて、はい、俺ね、人生で1回だけプロで次の試合4番打ったことある。あ、そうですか。レオン・リーの1回だけ。まあ外国人には気をつけようって巨人のグラッテンもね、見てましたもんね。なんかね、荒井監督も多かったですしね。だって俺パリーグなんてさ、はい、頭いけっていう監督いっぱいいたよ。それは放送ではカットか。いや、まあ、あの星野監督は全然 P なしで皆さん喋ってますけど ね、 あのねロッテとやった時にね、金谷さん監督やってたんだよ。あ、で9番の大和がね、はい、2-1かなんかの時にね、アウトコースを踏み込んでダーンってこう一塁側にすごいランナーファール打ったのね、はい、金谷さん出てきてさ、はい、こんな9番バッターに踏み込まれやがって、頭いかんか頭にって大きな声言ってるからバッターがタイムかけて俺のとこ来るわけよ。松坂さん頭にいけって言ってますよとからさ、お前当たってこい、お前当たらんとすぐ俺来るやんかっていう話はしたことある。なもう次からもう小川がこうやってこうやってもう全部引いてたよね。なかったよあんまり。はい、僕らの時はなかったですよ。だって西岡は両耳やろ。両耳です。僕はもうなかった。耳なかった。昔なかったですね。あれね、だから水谷さんがあのロッテの土屋さんに開幕で声に当てられて、はい、でそれから耳付きがもう、あの基本線しましょうみたいなこと。なるほど。ただ俺こう耳こうやられると音が聞こえないから分かんないんだよね、ボールの音が。そうですね、まあでも耳なしでずっとやってきたから、打った瞬間にこっちで音が聞こえるのかこっちで音が聞こえるのかによって全然変わってくるのに、こっちの音が聞こえないんだよね。あ、そんな 気になる気になる、音は気になる、野球って音は気になる。それはどういう音が、だからその打ったところのポイントでこっち側に音が聞こえるのかこっち側に音が聞こえるのかって分かってくるから。本当ですか。分かるよ、いろいろ考えてる。分かるよ、分かるから、ポイントこっちでキーンって残った時、あ、これちょっと振り遅れてるなみたいな感じする。でも何も考えずに見ないんですよね、もう。そう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 、視界から消すんですよね。いや違うんだ、最初はその練習やってだんだんここが分かってくるんだよ、ミリ単位で。だからここらも最後もう全然怖くなかったの、インコースなんて。五感使って野球やってますよ ね、 そうだから一番ね、僕らそこまで耳も使ってないし、一番最初に、ね、見なくて打つとかもやってないし。だから一番最初に俺が大事にしてるのはやっぱりあの触覚なのよ。触覚、触る方ね。あの触ったり当たったりすることは。どんな話が難しくなってきた。よくほら野球ってさ、いや見れ見れって言うんだけど、うん、見て何が上手くなるんだろうと俺思ってて、自分が体験しないとわからないから、うん、左が打てるのか打てないのか、ボールに当たるのか当たらないのかっていうのが大事だから、やっぱね、視覚っていう人はね、やっぱ伸びてないよ、うん、少年でも。五感で順番で言った時に、やっぱり触覚って言ったやつはね、やっぱプロ行ってるよ、今現在いるし。高部なんかそうやしね。あ、そうですか。あ、あの選手いいですね。小学校4年からやもん、ずっと見てて。めちゃくちゃいい選手です。触覚から行ったんですか。あれ最初右だったんだよ。へー。でそれで、うん、ボールが飛ばないからって左に変えたんだから。スイッチにはしなかったですか。あ、スイッチを一回やってみようって一回打ったことあるんだけど、はい、やめた方がいいかなっていう感じ。だから本人はもう左で行きますって。元々の方が大したことなかったです。そう左の方がどんどん良かったと、うん、成功した金本さんみたいな選手になりますよね、高部君は。今の選手でスイッチにしたら面白いんじゃないかっていう選手いますか。佐藤輝明ってパワーあるじゃないですか、うん、もしスイッチやったら力の抜き具合分かるんじゃないかな、うん、面白いね。盗塁できるからイコールスイッチじゃなくて、どっちでも長打力のある。俺ね、坂本見たかったんだよね、坂本のスイッチ。隼人、うん、どんなバッターになったんだろうって、ね、あと柳田、うん、ソフトバンクのね、やっぱ あと山田、ヤクルトの。右で飛ばせるんだったら左でも飛ばせんじゃねえのみたいな。単純に、まあそうですよね、右で飛ばせないのに左では飛ばせないよねってやつ。でも山田哲人選手とかは対応できるバッティングだと思うんですよね、はい、やっぱあの膝の柔らかさがない選手っていうのは多分できないと思うんですよね、やっぱり、はい、急にできる、はい、僕ですか、はい、今からやってみようかな。古田さんとかは絶対できますね、スイッチ。いやもうやればよかったな、はい、いや本当に絶対できると思う。膝の柔らかさは絶対できる、できると思うよ。川尻打てたか、じゃあ。あのね、イメージができる人はね、イメージ、そう、あの確率は高い、はい、へでも松永さんイメージしてなかったんですよね、見えてないんですか、ね、そう最初イメージできなかった。だから打っても打ってもゲージの上しか、あのゲージから出ないんだもん。で3割打つんですよね。それでだんだん上がってきて、で右はショートゴロしか打たないでしょ。3割で右は打ったら全部ショートゴロで、腐ろうと思いながら走ってるよ。ちなみにあのスランプは右左で、うん、あの別々にやってくるわけですか、じゃあスイッチヒッターが。確かに、あのね、
俺の場合分からないんだけど、右はずっとスランプ状態だから左はずっと調子いいから、こっちがスランプ来たら意外と右良かったかも。僕はあります、左と右のスランプがあって、別々、はい、別々にあって。同時はないの？同時はないですね。だから逆に左が打てない時に、左ピッチャー来て右で立てる時はもう視界が変わってなんかリフレッシュされて、そっからまた脱出したりとかしますね。まあ、でもやっぱり左ピッチャーが少ないからどっちでも左で立つ方が多いですね。左の方が多いですもんね、やっぱり右ピッチャー多いんで。昔のことやから覚えてないな、はい、あんまりな。膝の柔らかさって何でしてる？やっぱこの膝、やっぱバッティングって下半身なんですよ、土台なんですよね。この遊びができる人とできない人、僕だったら右のこの左足は遊びできないんですよ。で左足はこう遊びができる中でうまく拾ったりだとか、こう弾き返したりだとかっていう動きができるんですよね。それを多分膝の動きを見て、まあ、菊池選手とかもできると思うんです、広島カープの。一人一人だから骨格が違うので、この理論が正解っていうのはもう絶対ないと思ってるんですよね。だから一人一人教え方が違う、それを僕ら指導者側はどうやって伝えていくかっていうのを、引き出しをいっぱい持っとかないと。その分僕らスイッチヒッターっていうのは引き出しはかなりありますよね。はい、今どうですか、監督やってますもんね。そうです、まあ、だからバッティングって僕はもう一番最初に来るのタイミング、うん、そしてバランス、それが兼ね備えたことによってパワーが発揮できると思うんですよ。でも今の若い子って打席立った時によっしゃ長打打ったろう、ホームラン打ったろうっていう意識ってことはもう先一番最初にパワーが来てるんですよね、うん、パワーが来ることによってもタイミングが合わないんで、もう全てうまくいかないんですよ。だから結果出てない選手には僕はエンドラン出します。エンドラン出すと、まあ、ホームランっていうのはまず消えますよね、うん、そしたらまずバットに当てないといけない、うんうんうん、イコールタイミングをまず合わせないといけないが一番最初に来るんですよ、うん、だからヒットに出やすい確率が増えるので、そこでエンドラン出してあげてバットを振らすことによって、次またこういう感じで立ってくださいって言ってちょっとずつ調整させていくっていうふうにしてますね、うん、だから試合前のバッティング練習ももうみんなだから打ちやすい球を振るわけじゃないですか、うん、バッティングピッチャーは。それをみんなもうスタンドインしようと思って振るんですよね。そのまま試合に入るとピッチャーそんなところに投げてくれないんですよ、うん、だから最初は右打ち5球から始まってエンドラン、内野が中に入ってる、後ろに入ってる、はい、右中間左中間全部打ち分ける練習を今はさせてますね、うん、少年野球でよくねファーストストライクを待てとかっていうチームが非常に多いのね。多いですか、はい、うん、あまりにも日本の野球っていうのは勝つために待ったり、いい球自分で打てると思ったらそれも最初から打ちに行かなきゃダメなんですよ。そういう積極性を養えないと僕はいい選手育たないと思いますね。いやでもその通りですね。オープン戦とか練習試合をするんですよね、うん、待ってなくてもストライクゾーンに来たと思ったら全部振ってくれって言ってるんですよ、うん、とにかく振る、ストライクゾーンに来たと思ったら振る、うん、そしたら体勢が崩れてもそれをまたヒットコースに持っていこうっていう努力をしていくから、うん、試合の時ってみんなもう初球ドーン見逃して、うん、2球目振りに行ってファールになって、うん、で追い込まれてバッターがフリーになるっていう状態なので、まあそうね、うん、まず1球目ファウルでもいいかバッて振れたら2球目捉える確率が僕は確実に上がると思ってるんですよね、うん、だからもう肘の使い方とかバットがどういう風に出ろっていう教え方あんましてないですね、うん、はい、なんかでもあれですね、やっぱりこうスイッチヒッターで極めた人って言うとやっぱり人の言うことあんまり聞かない感じしますよねやっぱり自分で見つけて我が道行ってきてこの考えることもいっぱいあったと思うんですよ。これどうやって打てるかなっていうのを。人の言うことちゃんと聞いてた？いやいや僕ですか？いやまあ、まあ、そうだな、いや僕ら以上ですわ感じが。なんかいやいやだからまず自分がどうなりたいのかとか、やっぱりこうやってみて結果はこれダメだったから次ちょっとこうやってみようとか、だから結構体重じゃないけど足の位置も結構すごい意識したよ、ね、うん、そうね、左で立つ時にちょっとこうこっち行ったり、ほらみんなほらバッターボックスだと一番後ろに行く人って結構いるじゃない。そうですね、はい、俺ねここ立ったらもう全然打てないの。へー、ベースをこうやってまたがないと。うん、最初はね山本和さんとね、はい、同じとこに立って打ったらね、はい、バット折れるの、はあ、だからここダメなんだっていう、はい、もう近いってことですか？そう、すごい近い。近いですよね。背いっぱい立つ近いです。だから自分のやっぱり落ち着く場所っていうのもやっぱりまず自分で探してきたし。でも皆さんの結論から言いますと、皆さんの考えで言うと、うん、スイッチヒッターこれからどんどん出てこいって感じですよね。そうですね。トライしてほしいですね、うん、はい。だからやりたいと思ったらやってみたらいいんじゃないかな。なんか足が速いからなんか左に強制的にやらされるってじゃなくて、もっと、うん、もっとスイッチヒッターには夢があるって言いますか。いや右で打ったらショートゴロだよピッチャーのですね、
このワンポイントで、まあ、ツーアウト満塁とか2、3塁でもうここ1でピッチャー変えるじゃないですか。打者1人で終わるじゃないですか、うん、次の回ももう1イニング掘らしたい時あるんですよ、うん、そこ行ったらみんな失敗するんですよ。またぎっていうのは難しいんですかね。いや難しい、難しいと言うけどね、うん、慣れたと思うよ、もちろんまたがない方が楽やけどな、当たり前だよ。でももう満塁で出しちゃったんでしょ。そうです、満塁になったんで、ね、そのもう大仕事をしてくれたんですよね。大仕事をしてくれたんですけど、本当は次のイニングの頭から任したいピッチャーを先回りしてやってね、そこがピッチャーの交代っていうのがすごく難しいんですよ、ね、いや、そう難しいよ、はい、もう結果論になっちゃうしな。そうですね、結果悪かったらああだこうだになっちゃうけど、はい、でもあんまり過保護にしたらさ、NPB みたいにさ、うん、ピッチャーがたくさんいればさ、まあ何でもできるけど、実際はそんなにいないじゃん。そうです、そうです。逆に言うとそんなところで、ね、3分の1ぐらいで、うん、それぐらいへこたれるなと、そうですね、まあ、あとでアウト全部俺が取るよぐらいにちょっと強くならないとな、なあの上なんていけないから、多分上、ね、みんな目指してるやつでしょ。みんな NPB を目指してやってますね。だからそんなことでもっと足りなければな、うん、磨けと、若いやつも多いんだから、うん、そうですね、言い切っていいと思うよ。監督やし、はい。買いまたぎしてよくならないと言い訳じゃボケって言って。まあでもそうですね、みんなそうですよね、プロに残ってる人なんて。そうですね、みんななんかね、カメラ向けられたら涼しいこと言うんですけどね、うん、やってることみんな泥臭いよな、必死でやって、はい、なんとか打ってみたいな、そんなんばっかりよ、ピッチャーかって必死で投げて。まず老けたね君、老けたね、しばらく誰かと思った、矢崎さんじゃないですか。老けたじゃないか君。なんか顔が鉄道に見えた、鉄道に、鳥鉄道。みんなでかいですよ。いや今小さいですよ。178年齢がいくとね、指紋でくる。確かに。